いやいいね。よし、おっと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 、あ、申し遅れました、スロミック AK です。新年一発目の4名様いらっしゃいでございます。まあなぜね、僕が今ここで一人でいるかというと、3ヶ月間ね、このね、準レギュラーが呼ばれてないんですよ。まあでもね、多分ここへ行くとそろそろ来ると思うんでね、お先にいただいておきますかね。お仕事帰りにいつもの店に集まるメンバー、今宵も友達引き連れて4名様がいらっしゃい。さあ何の話題で盛り上がるのか。何やってんの。もう来た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 、来た来た来た、呼ばれないからって待ち伏せ作戦。何やってんの。いや逆に何これ、ゲスト誰とかそういう問題じゃないよ。いつもここでゲスト誰か待つのよ俺ら。そう楽しみだねっつって呼ばないから。呼ばないから君たちがあんなに欲してた英気を呼ばないから。英気来たよ自分で。英気来たよ自分で。自分の足で来たよ。確かにね、あのここ3回ぐらい英気呼ばなかった。そうだね、ですね、そろそろ拗ねてんじゃないって言ってたんだよね。うん、どうするの今日、他のゲストブッキングしてたしたら一緒に出るよ見切れだ新年一発目、この記念すべき4名様、一発目英気くんからそっからね、新年が始まっちゃってね、やっぱ違うよね、準レギュラーは。あ、どうもすいません英気さん。まあ飲んでくれや誰なの明けましておめでとうだよ。それでは、明けましておめでとうございます。ます、まさかね、4名様が年を超えるとは思わなかったね。越せたね。英気くんのいない間にちょっといろいろあってね。そうですよ、三階さん何してたんですか。まだ小勝さん来たり、まあ、沢さん来たり、沢さん、うん、沢さんで、あとまあ伊藤さんがもう一回来たり、でも伊藤さんに英気くんがって言ってたら、ちょっとあいつイケメンのくせにこっちの業界入ってこられて困るなっつってCM の件ですか。そうそう、だから同じポジション取り合いになったら俺マジで潰すからです言ってたね伊藤さんがやっぱ言ってたけど、その上の人を下の人が抜くんじゃなくて、上の人の足を引っ張ること、俺切磋琢磨って言ってたね伊藤さんに上に一気ないですね、自らの力ではね。そうですよ、我々4名様そういうスタンスでやってるんですけど。いやー、まあ、そんなスタンスでやってる4名様いらっしゃいですけど、はいはいはい、今日重大な発表ございまして。そんなポジションなの。え、なにレギュラー実は、お、実は、はい、あの放送時間が変わります。ん、火曜日の22時30分からやっている番組なんですけども、金曜日の23時になりました。本当になんで知ってんの。はい、秋山くんは知らない。偉い方から教えてもらってました、事前にね。え、やばい、また俺のポジション取られてんじゃん。切磋琢磨してんじゃん。ちょっと切磋琢磨すね、やめてよ。で、まあ新年になってね、はい、本当お二人にとっては本当朗報ですよね、年が変わるっていうのは。まあね、収支帳が ねゼロになるからね。一番今がやりたい戦い厳密には一生ゼロにはならないですけど、ね、積み重ねですから、人生の収支ですから。そうだね、人生の収支はあれだけど、変わったと思うなよっていうこと。厳しい、プロ厳しい。もうすごいんだから今稼働本気すぎて。データロボサイトセブンさんのおかげでちょっと今300キロ先ぐらいの店まで行ったりとか。300キロ頭おかしいでしょ。300キロ先に高設定を積もりに行くんだ。ほんと、東京の真ん中にあって300キロって言ったら結構いろんな、まあ、そこまで選択肢を入れてみたよっていう話です。だからあれじゃないですか、大島とか八丈島行けるの東京でも。あ、そうか、島に行けちゃう。同じ東京。島にあるかな。あるあるある、あります。そんなことより、はい、新年一発目、はい、収支が楽になりましたよって話しましたよね。そこでなぜ英気くんがいるか、1年の経は元旦にあるじゃないですけど、まあ、この番組の一発目、はい、新年一発目で、うん、まあ、データロボサイトセブン、はい、でビッグモンプレミアムで、あとはパチロボ、はい、去年のおさらいじゃないですけど、はい、全てを駆使して、はい、勝ってくれってことですね。勉強したよねって何回もやりましたからね。なんかもう本当ですよね。もうエイキさんちょっと切れてるちょっとトゲがすごいんだよな。だいぶちょっと強くなってきた。なんでお願いしていいですか、それは。一生懸命今までのものを出せばいい。
勉強したもの。いや、エイキさんが来た以上、本当にちゃんとしてもらわないと。さすがのエイキも手出ます、そろそろ。そろそろ、はい、そろそろ出ますんで。はい、なんで、じゃあエイキさん、はい、明日の集合時間お願いします。7時です。これは覚えてます、はい。なんで7時にいつものところで、はい、いいですね、はい、一発目なんで見事な勝利で、はい、ね、よし、はい、つなぎましょう。お疲れ様です。お疲れ様です。頑張ります。さあ、ということで、はい、新年一発目の実践となりましたが、はい、本日の方なんですけども、同じホール内で、はい、同じこのサイズセブンでやっている、はい、ノルカソルカさん、はい、ノルカソルカさんってなんか若手芸人みたいな東洋館でやってる若手芸人みたいな出てきてノルカソルカさん、はい、どうも、パチンコ亭ノルカソルカ兄さんの方がですね、はい、まあ、番組ノルカソルカで番組の収録もやってますんで、はい、もう人気の中竹さんをはじめ、はい、人気ライターさんの皆さんが出てるんで、はい、邪魔だけはしないようにということで、あ、そういう感じね、はい、うん、映り込みなの気をつけてで、あと、まあ、企画するときも、はい、島の端からこういうぐらいで、はい、こんぐらいで見るぐらいにしてください。見切れに注意して、はい、まあ、とにかく、やってて邪魔しないようにということ で、はい、で今回の我々の目的は、もう新年一発目、うん、ね、はい、人気出るために頑張っていこう、今年1年と、はい、1年の計は元旦にありと、新年一発目のこれで、はい、まあ、パチロボなりデータロボなり使ってちゃんと立ち回る、うん、1年間口を酸っぱく言ってきました、はい、変わんないですよ、ましたね、変わんない。なんでボソッと変わんないってそっちに言うの？何回来ても変わんない。何回来ても変わんないですからもう、まさかね、エイキさん本当にこんなに呼ばれないことがあるとはっていうのもやっぱピリついてます。ずっと拗ねてるね。だからもう本当今回はエイキさんに成長したよってところを見せる、うんうん、大丈夫ね、もう狙い台とかもいろいろ決めて、もうバッチリですよ。1個だけ約束してください、はい、打つ前になぜこの台を打つかを理由を言うと。そうですね、なんかそのパッチロボでこうでした、はい、データロボサイズ7でこういうデータでした、だから今から打ちますっていうことだけちゃんと言う、はい、はい、マイデータで後でバレるからね。頑張ります。そうね、マイデータはいろいろと、できないもんね。マイデータできねえだろ。こうできないもんね。いろいろできないもんね。勝手にできない、ね、ダメなんで、うまいこと繋いでって言えないやつだから、ね、できないです。なんでちゃんとやってください。はい、以上です、はい、あとはノルカソルカさんの邪魔をしない。大丈夫ですね。わかりました、それでは行きましょう。実践開始。ね、何打つ。全然かかんない。どうしようかね。ストップ、はい、ストップ。ノルカソルカさんの中竹さんから差し入れいただきました。優しい。ありがとうございます。コーヒーありがとうございます。ありがとうございます。本当に中竹さんが抜きに抜いた、これ世界壊滅打法で抜いたお金で買っていただいてますんで。貯蓄があったのかな。ありがとうございます。ありがとうございます。もうこれもらった以上本当くだらない立ち回りはできないんで。そうだね、はい、恥ずかしくない立ち回りを頑張ればいいでしょ。ゴミだけ。頑張りましょう。もうあいつらにミルクあげね。さて何やろうかな。とりあえずね、秋山くんがどこに行ったかを見ようと思ったんすよ。あー、やっぱ安定の置き時を見てますね。ただ今日置き時稼働が良くてもう半分以上いるんすよ。だから多分軒並み擦られてるんじゃないかな。あ、戻ってきた戻ってきた。ね、分かってるお客さんが多いからもう打たれているので、この後もしばらく様子見。今日ね、まだ誰も座ってないんだよ。そう、英樹くんも秋山くんもずっとフラフラしてて、ね、うろうろしてるんだよね。あれでもさっき見てたじゃん。見てた、一応メモしてたじゃん。絆のゴスルーとかあったからこれにしようかなみたいなのあったんじゃないの。でもね、設定変更されてる可能性もあるからさ。まあまあまあ、でもそれ言い出したら何もできないじゃん。だよね、だからどうしようかなって。あ、今それで考えてたの。そう、さすが A 君は多分設定狙いで、まあボーナスの履歴とか見れるんで、まあ56でまあ外れとかを判断してると思うんですけど、多分そこに呼ぶビスト、あ、ごめんなさい、花ビストの方がその今だから光に群がる虫のようにどうなんですか、今情報教えてくださいみたいな、え、この島やっぱ暑いんじゃないみたいなことをね、いや、してると思うんですよね。こう3日へこみ台の花火とかねえかなって今見て回ってるんですけど。あら、なんかいついなく、はい、真面目です。堅実な、はい、
あれ3ヶ月で変わりました僕がいない。何言ってんすか、前からですって。いや前はすいません変わってないですよ、前は一切変わってないですって本当に。ちょっと本気出したらこんなもんなんです。いや毎回聞いてた記憶ありますもんそのセリフ。ないよね、なかなかないんですよ。秋山さんもう多分困ってるってことですよね。多分おきどきの前日なんか16ゲーム目とかあったんで、多分それを見に行ったら多分誰かが打たれてたとかそういう感じなんじゃないですか。困るな。ありがとうございます、ありがとうございます。でも前日のゲーム数全部見れるんで、はい、であと打ってるお客さんがバジリスクも前日4スルーを打ち出したお客さんと、せいやも前日スルーしてる台狙って打ってるお客さんがいるんで、まあ、強気のが強いのかなとか。さあ、Bっぽいの見つけた、出た、来ました、朝一早い初当たりだから B、 おB っぽいね、頑張ってください。え、バカにされた今、合ってるよね。いや間違いじゃないですよね、山内さんのやってることに関しては、 B っぽいの見つけたっていうことに関しては全然間違いじゃないと思うんですけど、まあ、リセット傾向をつかめだ、僕この前普通にオキドキ打ってて、まあ、5スルー拾って1ゲーム目にチェリー引いて2ゲーム目で当たったんですよ、まあ、チェリーで当たってたんですけど1ゲーム目で、朝一それが起きたら同じことなんで、だからできれば前日当たってない台でそれをやってもらった方がいいんですよね。お、打ち出しますよ、カメラさんついてあげた方がいいんじゃないですか。山内はお気どきにしました。12ゲームでレギュラー1回当たってでやめてあるんで12なのでリセットで、当たって今 B だったらいいなっていうやつです。全然こんなこと言ったらきっと怒られるんですけど、おきどきで中段チェリーを引く夢を見た、ああスイカこぼした、おきどきで中段チェリーを引く夢を見たんで引けると思うよ。なんとなくですよ、データロボサイズ7で1週間分かな、レートギャップの平和島店さんは見れるんですけど、まあ、毎回その今まで呼ばれてた時にまあ、前日見てて、まあ、1週間目見えてたんですけど、でジャグラーが、まあ、ジャグラーも悪くはなかったんですけど、どっちかというと AT、ARTKの方が力入れてるのかなっていう印象だったんですけど、ここ最近、まあ、1週間の見るとなんか前ジャグとかも、まあ、以前より、まあ、の回転数もついてますし確率いい台があるので、まあ、ちょっとシフトしてるのかなっていう気がなんとなくしてたんですけど、ちょっと狙い方がね分かんないんですよ。大体ですが、まあ、2000枚ちょっとは吸ってますね、この台は。やるとすればこれかな。ただもうちょい考え出してください。はい、いや僕今すごい気づいたことがあって、やっぱ4名様ってなんか異様な番組っすよね。まあ今ノルカソルカさんが、まあ、一緒に現場で一緒なんですけど、普通は打つ台ってすぐ決まってすぐ打つんですよ。実際今4人とも打たれてるんで、ただ僕らって山内さんしか打ってないんですよまだ。まだ回転1時間ぐらいですよ、こんなことあるみたいな。だちゃんとやってるんですよ、ちゃんと真剣に悩んで、大事だね、大事なお金ですから、ちゃんと悩んで僕らも選んでるということで、はい、もうしばらく回遊したいなと思います。さあということで、オープンから45分ほど経ちました。僕は、山内さんとね状況は一緒です。朝一37ゲーム早いゲーム数で当たってますと、で置き時はリセット、リセットの3分の1約3分の1で、リセットモード、そこでの当選、まあ、リセットモードに行けば当たったら次はモード B、
でモード B の期待値が、3000を超えると言われているんでモード B を狙って打つっていう打ち方なんですけど、1個だけ違うのが前日の最終が16ゲームなんですね。要は前日天国の連チャン中の終了と。で要はお店側も天国残ってる方がよっぽど嫌なんで、まあ、リセットする可能性が高い、非常に高い台で、それの朝一早いっていう、リセットの可能性が高くて朝一早いっていう台なので、モード B 狙いで打つということですね。僕もそろそろ打たないとやばいんですよね。そう、それもあるよね。そうなんですよね、あんまうろうろしづらいんですよね。そうそう、ちょっとノルカソルカさんの現場でちょっとうろうろしすぎてちょっと気まずいんですよね。あっちはもう打ってるんですけどこっちなんで打ってないんですかみたいな話になるでしょ。言われたらちょっと気まずいなと思いながら、そこら辺も葛藤して、でしかもさ、うろつく人間が1人じゃなくて2人でしょ。そうそう、俺までうろついたら3人うろつくでしょ。やっぱ4名様のちょっと看板に傷がつくそうな気がしたんで、ちょっとピリつくかなと思って、はい、そこも気にしてます。はい、ブドウが走ってるうちは僕これやります。了解です。僕はじゃあもうちょい探します。結果歩くんだ。結果もうちょい探します。ガチだね。レアこぼすっていうのは一番良くないですからね。その瞬間にやっぱほんの少しずつ期待値を削ぎ落とされてるんで、遅れましたね。まあでも通常時遅れれば中段チェリーとかも当然あるんですけど、遅れで一番出るのその外れとかリプレイとかそういうことなんだよ。押しますよ、ほら確定役でもないリプレイ、ね、でも当たりは当たりなんで、投資が7000円ですね。193ゲーム目、はい、通常ですね。レギュラーボーナス、山内さんに精度の違いを見せつけたいよ。30、31、32、マジかきつい。さあ上がるかな。出たビッグモプレミアムのドキドキタイムが、これがあるせいで32ゲーム以内にやめない人が増えたんだよ。俺拾ったことあるもん。まあ昔っつってももう何年前だよって、おらね、こういうことなんです。これが精度です。どうしました先輩、もう決まったんすか。ちょっと 暇なんで。暇なんで。回ってるよ、回ってる回ってる回ってる。せめて気になる台のドーナッターだけ今取っとけば。あ、それいいっすね。それだよ、それそれ。花火とかちょっとドーナッター取っとけば。確かに確かに確かに、はい、僕はドーナッターに今日撤出するかもしれないです。いや、とりあえず打つこと考えようよ。まず打つこと考えよう。そうっすね、うん、最悪じゃん、ここも最悪ドーナッター考えよう。了解です、ありがとうございます。健闘を祈ります。プロは大変だ。プラスはプラスです、ちょっとだけね。やだ、すごい嫌な人横にいる。なんかそんな見ないで、光るものも光らなそうになっちゃうじゃん。何してんの。すごいやりづらいんだけど。ねえ、ちょっと何なの、私の台から離れて。ちょっとそんな威嚇しないでよ。いやいや、ハイビスカスが光る瞬間を目に焼き付けたくてやってるんですよ今。だってこれ光んなかったら4スルーなんだよ。やめる、やめない、やめないの、やめない。30だよ、31だよ。つらーい、行かなかった。ああ、またダメでした。いるよ。あいつのせいだ、あいつのせいで。明田さんがまたね、野に放たれたということで僕がやりづらくなるっていうね。
味方でありライバルだからな結局。あら、スター性あるな。やっぱスター性あるな。やっぱノルカソルカさん、やっぱ出玉が違いますね。フラット座ったら出た。スター性あるな。あれよ。いいっすね。花火師も山内もあれやってくれればこっち2人がこれやってんだからね。これ普通に打ちますわ。マザイ23ゲームですけど1、2、3、4、朝一込みで5スルーで447ゲーム、かなり期待値高いモード B の期待が持てる台ですね。残り時間は少ないですけど持ち込みもあるんで、全員待たしてやりますよ、ね、今プラス結構ですか？1000枚ないぐらいですか？いや俺使い700でこれしかないから。ああじゃあマイナスも全然ある。じゃあ今日俺一番勝つ可能性、俺の可能性ありますよ。びっくりしたね。すごいです、やっぱ CS 番組でまさか1ゲームも回さずに今日俺一番勝つ可能性高くないですかって言えちゃう感じ、プロだよね、本物。しょしょしょと、いやー楽しかったね。テカテカだけど大丈夫？いやー楽しかった本当に。すごいテカテカか。いや本当に、ね、楽しかったね。どうした？本当に。どうしたの？さあということで、はい、どうでした？あ、僕からじゃあ言います、はい、動きのご説明を、はい、ですね、まずサイト7とパチロボでいろいろ狙い台をこう絞りますね、うんうん、もう全部パッと埋まってて、うん、ああこれだやばいと、うん、もう間に合わないと思ったら、ゴージャグで昨日出てる台、うん、で、うん、まあ、これちょっと1000円だけやってみようと、うん、やったらまあガックンせず、うん、ただあの学校対策というものをね、いろいろとやられている可能性もあるということで、まあ、考慮しつつちょっと回してみながら様子を見たっていう感じですね。終わりですね。終わりです。終わりですね。様子を見たっていう結果。はい、様子を見た。ああ、様子をおいくらで見たんですか。そうね、様子はですね、あの9000円で、おいくらというかね。最後、島一のハマりでやめてましたよ。あ、だって私島一番のハマり者。嘘。いやでもね、一番の問題はそのね、だリグモとか、はいはいはい、ね、データロボとかバチロボを使ってやりましょうって言ってんのに、入ってすぐ英樹くんとこ行ってなんか自分のことを言ってどうなのみたいな、お伺いが立ててる感じが、なんかもっと自発的になんかこうやってほしいって。俺はもうなんかビシッと言って、もうカメラついてこいと、俺はもうこれ狙いでこれ打つんだよ、こういう理由で打つんだよって言ってくれれば何でもないのに、第二希望教えて、打つ台で第二希望教えて。言ってた。おいお前、カメラ回してないところなんて言うんじゃないよ。打つ台の第二希望教えてって。第一希望はいいから。第一はいいから。第二ちょっとこっそり教えてみたいかって。山内さんは、はい、たまたま運よく秋山くんより先に朝一リセットで当たったであろうおきどき。本当に今見てる方ね、腹抱えて転げ回ってます。なんで？見てる方今腹抱えて転げ回ってます。どうだったの？ハマった。ハマった。ハマったっていうか、うん、上がんなかったってことだね。スルした、うん。これはね、僕真後ろで打ってたじゃないですか。うん、まあ、言ってるんですよ、うん。そもそもあの台見つけてるんですよ、うん。でも打たなかった。そうなの？真実。状況的に前リセっぽくはないっていう、うん、だからあれがリセットされて14ゲームで当たってんだったらいいけど、リセットしてなくてモード A で当たってるかもしれない。可能性も全然ありえるぞっていうことですよね。っていうことを考えると、この状況ではちょっと打ちづらいね。それでなんかニヤニヤしながらこう振り返りながらどっか行ったの。そうで、その後ろで開いたの。この人、そう、その後ろで開いた朝日35か37で当たってるおきどきに関しては前日、はい、 ね、あれが前日16ゲームの、要は天国中でこれはリセットしているであろう台が早く当たってる、リセットの可能性が高いで一発で上がるっていうのも、だからもう、あ、これが精度の違いですねなんて言いながらもう後ろで。まあでも僕なんかもう全然立ち回りって言ったら英樹さんですか。英樹さんお願いします。俺ですか。まず結果だけ、はい、投資が1000円です。あ、47枚貸しなんで、47枚使いの回収が47枚です。え、うん、え、
なんかあるじゃん。レバー、あの台、何どうやレバーって、レバーって何を打って、ほらまあいろいろあの、まあ、見てたと思うんですけど、うん、動いてました。そうだね、うん、結果レバー叩いてないっす。これですよ今日は。ちょっと一回も打ってない、回してない、回してない。ホールに4時間いて何もしてないっすいやで、そう、何もしてない、さすがにあれだなと思ってたんで、うん、であのマイジャーぐらいに一応狙い台を考えてたんですけど、うん、どうにもちょっとわからない、うん、ただ、まあ、僕なりに仮説は立ててたので、うん、それがどうなるかと。でも打ちたくないと、分からないんで、なんでどうなったの、履歴を読み取って、まあ、通知が来るようにしておいたって感じです。えいきさんは今日の勝利じゃなくて明日の勝利を見てます。すごい、ゼロ円で暇なのこれがえいきさんですから。やっぱすげー、いやすごいね。 CS 番組始まって以来じゃないですか。まあでもあの今回もどうなったら撮ったわけでしょ、はい、じゃあまあそれまた夜来ますから。特にまあ置き時とかは行き来あるからあれですけど、別のジャグラーであれば気にしてくださいよ、それはどうなったかを。まあ、今こうやってどうなったの話してるからあれなんですよ。実は今パチロボでどうなったダンスプロジェクトっていうのやってて、ダンスプロジェクト、踊る、この要は勝ち負けには関係ないんですけど、はい、そのパチンコパチスロ関係で、はい、まあ、そういう環境を良くしていこうとか、楽しい遊戯としてやっていこうみたいな、そういうのでいろんなイベントをこのパチロボを通じてやってるんで、今そんなイベントもやってるんで、ぜひチェックしていただけたら。はい、まあでもちゃんと勉強にはなってますよ、本当に。まあ、少しでもためになっていただければ、まあまあ、そうだよ。やっぱ我々がちゃんとパチロボとサイズセブンを使って番組上で立ち回りをどうこうっていうんだったら、やっぱこの2人打っちゃダメだよ。じゃあもう次エキ君来てくれたら、じゃあ2人でやってください。まあ、完全にも何も本当にしない。 その時もまあまあデータロボさんのセブンなり、ビグもプレビューもないパチロボもないも駆使して、ちゃんとこれが狙い台です、こういう理由で打ちますっていうの、だって見れば書いてあるんですから、勝利のヒントがそこにあるんですから。集中戦が今俺も CM 決まんないっすから勝利のヒントがそこにあって俺いけないっすか。なんかパチロボのなんかダウンロード数がなんかアップしたようで、さすがエキさん、なんか誰から聞いてるんですかエキさん。お偉いさんからちょっとやっぱり、まあ、今年はまあ我々でレギュラーなの皆さんに協力して、ね、このダウンロード数も盛り上げて、だからあの今頑張ればあのフォロワーで1位取れますんで、ただあの今後もっと重要な情報もありますんで、はい、エキさんお願いします、はい、ですね、VIP コースというものもございまして、今だからあるデータロボサイト7、はい、ね、入ってますね、はい、いや、そう、それでデータ見ましたね、はい、それの、はい、VIP コース、まあ、上位ですかね、今が通常なんですけど、まあ、VIP だとまあさらにそう使える機能がいろんな情報がっていう増えておりまして、素晴らしい機能があります。この VIP コースができたことによって、英樹くんが300キロから200キロぐらいの移動で済むようになって、ありがたいですね見るものがいっぱい増えちゃうわけだじゃん、うん、だからその本当にガチでっていう人はもう VIP コース入って使った方が、もうより詳しく検索できる。で、楽しく趣味だよ、楽しくやってるよってぐらいだったらバチロボでいいのかなっていうね。エキさんはもうVIPコース、エキさんはもうVIPです。コースじゃなくてVIP、エキさんはVIP、コースとかじゃなくてVIP、エキさんはVIP です。コースじゃないんだ、VIP なんだ。まあそういうのもあるんで、もしよかったらチェックしてみて、そうですね、まあ、入る入らないは見てもらって全然いいと思いますので、はい、お願いします。やってもらえればと、はい、はい、まだまだ話し足りない4名様、この続きはまたの機会。それでは皆様ごきげんよう。